レアエレーヌセ・セド・フォルニエとクロゾンヌは、フランスの女優。1985年7月1日、フランス・パリにて生まれる。祖父は、パテの会長、大王子は、映画会社、ゴーモンの会長、母親は、石油開発会社シュルンベルジェ創設者の孫である。2005年に、ラファエルのミュージックビデオに出演した後、2006年に、メコピーンズで、女優としてデビュー。 2008年、美しい人で第34回セザール賞の有望新人女優賞にノミネートされた。翌年にはクエンティン・タランティーノ監督のイングロリアス・バスターズへの出演でハリウッドに進出。2010年には美しきトゲで第36回セザール賞において再び有望新人女優賞にノミネートされている。2012年、 マリー・アントワネットの朗読係を演じたマリー・アントワネットに別れを告げてで第38回セザール賞の主演女優賞にノミネートされた。2013年主演したアブデラティフ・ケシシュ監督のアデル・ブルーは熱い色が第66回間の国際映画祭でパルムドールを受賞。またスティーブン・スピルバーグ監督率いる審査員側より セドとアデル・エグザルホップロスにも、特別に、パルムドールが贈られ、セドは、同映画祭史上初となる、出演女優としてのパルムドール受賞を果たした。2014年、アデル・ブルーは熱い色と、グランドセントラルでの演技で、第19回、リュミエール賞の最優秀女優賞を受賞した。2016年、恋人、アンドレ・メイヤーとの間に第一種妊娠を発表。 ありがとうございます。